どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、au の、誰でももらえる、10億円キャンペーンっていうのをね、紹介していきたいと思います。いやこれね本当にすごいですね。おととしあったPayPayがやった一番最初のキャンペーンありますよね。あれは100億円あげちゃうキャンペーンだったかな。あれと匹敵するぐらいすごいですね。ということなんで今回ねこちらを、解説していきたいと思います。でまずね期間なんですけども、全体の期間が、2020年の2月10日から、3月の29日までっていう風になっております。で対象は、全ユーザーということで、今回はね au のキャンペーンなんですけども、 au pay っていう au がやっている pay サービスの、キャンペーンという風になっているんで、一見ね、au のユーザーしかね利用できないのかなと思うかと思うんですけども、こちらね誰でも利用することができます。で、スマホタブレット限定で、1ID にあたり、最大ね1ステージ、3万ポイントということで、このステージについてはねちょっとね後で解説させていただくんですけども、最大で、7万ポイントを獲得することができます。今回のこのステージと呼ばれているものなんですけども、このステージっていうのは何かっていう話なんですけども、ステージはねこれ期間なんですよね。で期間が、3期間に分かれます。このキャンペーンがねで、2月10日から、3月1日までで先着で、10億円達成すると即終了になります。このステージの一つの期間で、もらえるポイントが最大3万ポイントということですので、対象支払い金額は15万円までっていう風になります。だから、簡単に言うと15万円利用すると3万ポイントがね、返ってくるっていうキャンペーンですね。でこれがステージ1で、ステージ2が、3月2日から、3月の22日で、こちらも、最大が3万ポイントで対象支払い金額が、15万円っていう風になっております。で次ですね、ステージ3、3月23日から、3月の29日ということで、こちらにちょっと減って、最大が1万ポイント、支払い金額が、5万円までっていう風になっております。こちらで、全部で7万円分のポイントがもらえるっていうキャンペーンですね。だからこれ最大35万円使って7万円分のポイントがもらえるっていうキャンペーンですね。いやすごいですね。でこちら au pay っていうね au の、やってる pay サービスなんですけども、本来はね200円で1ポイントなんですけども、このキャンペーン中は200円で40ポイントっていう感じになります。で、こちらねポイントの還元予定なんですけども、ステージによってね付与期間が付与されるね時期が分かれておりまして、だいたいキャンペーンが終わった10日前後でね、付与されるっていう感じなんですけども、ちょっとねシステム上、前後する可能性がありますっていう感じですね。でこのポイントの内訳なんですけども、こちらはベースポイントが先ほど言った通り200円で1ポイントで、0.5% ですね、この au pay っていうサービスは。プラス、キャンペーンで 19.5% が、上乗せされて全部で 20% っていう風なキャンペーンになります。でですね、au スマートパスをね、会員の方は、本来ね 1% 増量あるんですけども、この期間中はこのキャンペーンのね、中に含まれるということですんで、スマートパスの会員だけがね、プラス 1% になったりはしませんので、その点は覚えておいてください。で、こちらね無効条件がありまして、ID 消去無、譲渡、継承している場合、ID 統合により ID が変更された場合、これ、こちら ID というのは au の ID ですね、これがね、こういう事態になった場合は無効条件という感じで、ポイントがもらえなくなってしまいますんで、多分ほとんどの人そんなことはないと思うんですけどもね、一応頭入れておいてください。で、他のねキャンペーンとも併用不可というふうになってますんで、au がやってるね他のキャンペーンを、上乗せしてね、利用するみたいなことはできませんので、覚えておいてください。結構勘違いされるんですけども、au ユーザーじゃない方でも、今回のね、キャンペーンを対象で au ユーザーじゃない方は au ID と au ウォレットのねアプリが、必要なんですよね。で au pay っていうアプリはないんですよね。これね勘違いすると思うんですけども、au pay は au ウォレットのアプリ内の機能なんですよね。
ですんで au pay アプリっていうのはないんですよね。ですんでダウンロードするのは au ウォレットですね、うん、au ウォレットをダウンロードするっていう感じになります。で、チャージ方法なんですけども、この au pay はまあ基本的にまあクレジットカードチャージっていう風になります。まあこれね、銀行ももちろん使えるんですけども、銀行は自分銀行のみということで、まあ、それがね、まあ、対象じゃないんですよね。でクレジットカードなんですけども、まあ、クレジットカードの場合は、マスターと、アメックスの場合はね、まあ、制限なく、チャージすることができるんですけども、ビザと JCB はねそのままチャージするのが、まあ、ちょっとね制限があります。直接チャージで何の制限もないのは、マスターとアメックスだけっていう風になっております。銀行口座が自分銀行のみということなんで、まあ、銀行口座が自分銀行持ってなくて、さらにね、クレジットカードを持ってませんよっていう方はまあどうするかっていうと、こちらねセブンイレブンのセブン銀行で、現金チャージできますんで、まあそういうふうにね、利用していただけたらなと思います。でこちらね au pay プリはもともとね支払い上限っていうのがね、まあ、結構前にありましたよね。セブンイレブンのセブンペイで結構不正利用みたいな結構有名になったじゃないですか。っていうので、まあ、上限が結構あれなんですよね、あるんですけども、 au pay はもともと5万円分の上限を設けております。この au pay っていうもの自体ですんで、 au pay 自体は、ね、5万円以上ね利用できないんですけども、キャンペーン中だけ25万円にね引き上げられますっていう風になりますんで、まあ、上限は25万円分までのね、まあ、買い物ができますっていう感じですね。で、あのね、このキャンペーンのサイト、まあ、URL ね、概要欄に貼っておきますけども、1月の28日の情報みたいな感じでね、あの書き方をされてるんですよね。ですんで、ちょっとインターバルまだありますよね。今日1月の29日で、実際の始まるのが2月の10日ということですんで、まあ、ちょっとね、キャンペーン乗っていきたいという方はね、こまめに公式サイト見るようにしてくださいね。で次にね、この au pay の、支払いできるお店ですね、画像でね出しておきますけども、あの家電量販店からね、結構いろんなところでまあ利用できるんですけど、まだねそこまで多くない、まあ、まあまああると思うんですけども、何ですかね、スーパーとかそういうところはまだやっぱり少ない感じがして、まあ、PayPay とか LINEPay とかね、まあ、結構いろんなところで使えるようになってきて、まあ、スーパーとかでも使えるじゃないですか。ですんで、まあ、それに比べるとねちょっとね弱い部分はあるんですけども、au pay はね楽天ペイと提携してまして、楽天ペイが利用できるところで au pay もね、利用できるっていう風になってるんで、まあ、これもねちょっと引っ掛けがあって一部の店舗だと利用できないっていう風になってるんですよね。ですんで、まあ、事前に調べることはね、まあ、必要という風になっております。で結局じゃあこの au のねキャンペーン何がおすすめかってなりますよね。うん、これねやっぱり値引きが全然されないアップル商品ですね。アップル商品行きたくなりますよね。うん、ぜひねこの機会にね、なかなか値引きされないですもんね。うん、っていうので、まあ、アップル商品ね購入する予定があるんだったらね、この機会にね買っといた方が、まあ、確実に、安く済むのではないでしょうかね。多分おそらくですけども家電量販店はね、かなり並ぶんじゃないかなって個人的には思ってますね。PayPay がやった時、PayPay のね一番最初のキャンペーンの時にアナウンスがあって始まったのがすごい間もなかったんですよね。2、3日ぐらいしか確かなかったと思うんですけども、今回は、10日以上あります。10日間ぐらいありますよね。ですんで多分ね初日相当並ぶんじゃないでしょうかね、電気屋さん、まあ、家電量販店、まあ、この楽天 au pay がね、使える、家電量販店はね、かなり並ぶと思います。ですけどねやっぱりねアップル商品がね割引して買えるっていうのはねやはりいいですよね。うん、で私PayPay のキャンペーンの時に、ちょうど始まって2週間ぐらいしてもうそろそろ終わるぐらいの時にね、たまたまヤマダ電機行ったんですよね。ほとんどのアップル商品ね PC 系タブレット系ほとんど売り切れてましたからね。こんなにすごいんだと思って、で店員さんに聞いたらこれは PayPay のキャンペーンの効果だって言ってたんで、いやすごいなと思って、今回も多分ねおそらくそういう風になるんじゃないのかなと思います。でね一つ、皆さんにね、紹介したいね、アプリケーションがありまして、
やっぱりこのペイサービス、私ペイペイのキャンペーンの時すごい思ったのが、結局ペイペイでキャンペーンを得たけども、このキャンペーンで得たポイント、まあペイペイの場合はペイペイ残高になりますけども、それが使える場所っていうのはね、非常に探すのに苦労したんですよね。で結構まだ当時はね、使える場所もそんな多くなかったんで、この店使えるっけ使えなっけみたいなね、調べたりとかそういうの結構してたんですよね。でね、あのこの私のチャンネルでね、あのツイッターのダイレクトメールで、今回ね有料でこのアプリ紹介していただけませんかっていうふうにいただいたアプリがあるんですよね、まあ、それがねこちらの AI クレジットでいいのかな、 AI クレジットっていうアプリですね。もちろんね、まあ、私のチャンネルで、紹介させていただくっていうことで、まあ、こちら有料で、受けてるわけなんですけども、やはりまあ有料で受けるってことは、まあ、私お金をもらってまあこれ受けてるわけじゃないですか。で、あの実際どういうアプリなのか私全然知らなかったんですけども、まあ、使ってみたんですよね。したらね、ちょっとびっくりするぐらいね、あのクオリティ高くて、これどういうアプリかっていうと、まああの開いていただくと分かるんですけども、今自分のねマップが出てくるんですよね。自分のいるエリアが、まあ、Google マップみたいな感じでマップで出て、登録されているお店の何が還元率が一番いいかっていうのが全部出てるんですよ。だからこれはクレジットカードだったりペイサービスだったりっていうのがね、もう全部網羅されて出てるんですよね。ですんで、このお店は、何パーセントの還元が受けられますみたいなね、まあ、クレジットカードと、ペイサービス、まあ、プラス、キャッシュレス消費者還元のね、2% 5% とか対象外とかでもね、今還元率変わるじゃないですか、っていうのも全部網羅してるんですよね。これね正直驚いたんですよね。これ大げさにじゃなくて、で私のチャンネルねに、このね有料案件が来たっていうのもね、まあ、かなり驚いたんですよね、私まだ1700まだ1800人いってないぐらいのチャンネル登録数なんで、チャンネル数をね抱えている人間ではないので、正直クオリティとしてすごいびっくりしたんですよね。こういうのも私初めてだったんで、すごい驚きだったんですけども、このアプリ自体はねすごいいいです。中にはもうこのクレジットカードしか使わないっていう方もいれば、このペイサービスしか使わないっていう方もねもちろんいらっしゃると思うんですけども、まあそれはね人のそれぞれの考え方でいいと思うんですけども、私はね結構どれがね一番還元率がいいのかっていうのは結構緻密に知りたい方なんで、まあそういう方にはですね、ぜひこのアプリね AI クレジットぜひねアプリリケーションなんですけども、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。この楽天、今回のねこの aupay のキャンペーンで、キャンペーンで購入するのは自分が狙ってるんでね、利用しやすいと思うんですけども、ポイントを得てからそのポイントをじゃあ使おうってなった時にね、このアプリすごいね役立つと思いますんで、これねお世辞じゃなくてお勧めしてますんで、まあもしよければねダウンロードしてみてはいかがでしょうか。で、最後になんですけども、aupay のねこのキャンペーンで、メインはねクレジットカードチャージがメインなんですよね。で、まあ、クレジットカードで、チャージして、まあ、それを aupay で使って、まあ、このキャンペーンに乗るっていうものなんですけども、っていうことはこのクレジットカードをチャージするっていうのはどれでもいいわけですよね。まあ、先ほど制限があるって言いましたけども、アメックスとマスターだったら、まあ、制限はないっていうことですんで、もし、これからね SPG アメックスをね発行されるのをね検討されている方は、これねチャージして利用するっていうのは結構悪くないと思いますね。まあ入会キャンペーンで10万円使わなきゃいけないじゃないですか。で、まあ、それをねポイントを得るために10万円使うんですけども、このチャージね10万円分しちゃえばそれでまあSPG アメックスの方は、まあ、完了っていう感じになって、まあ、そのチャージした金額は、まあ、このキャンペーン中に使い切ってもいいし、まあ、ずっとちょこちょこ使ってってもいいしね。まあ、無駄な買い物っていう感じでしないで済みますんで、aupay がね、使えるとこでしたら、まあ、基本的には使えますからね。そういう意味ではとてもおすすめとなっておりますね。そしてもう一個、ちょっと長くなってね、申し上げないんですけども、今回これね、還元率ですと 20% キャッシュバックキャンペーンになるんですけども、私の動画のチャンネルでね、まあ、結構紹介させていただいているこちらね三井住友クレジットカードのキャンペーンありますよね、20% キャンペーンね、今も、ちょっと金額が下がって今8000円だったかな、8000円分キャッシュバックがもらえるっていうキャンペーンがね今やってるわけですけども、それをね20ドルすることができるんですよね。
ていうことなんで、 au のキャンペーンで 20% で、三井住友の方で 20% ね、もらえることができます。まあこの三井住友の方はまあ大体8000円から1万2000円ぐらいまでなんで、なんですか、 au の方はかなり支払い金額高いんで、まあ、全部が全部もらえるわけではないんですけども、まあ、そういう意味ではね、この三井住友クレジットカードでチャージすると、この 20% キャッシュバックキャンペーンがね 40% キャッシュバックキャンペーンになりますんでね、ぜひそちらもね、狙っていただきたいなと思います。で、先ほど言った通りマスターカードであれば問題ないんですけども、まあ、私みたいにね、こちらビザカードなんですよね。で、この au ウォレットにチャージするので、まあ、先ほど、まあ、軽く言った通り、ビザと JCB は限られてるんですよね、発行元が。で、残念ながらこれだとそのままチャージできないんですよ。三井住友クレジットカードをそのままチャージね、 auPay には、au ウォレットにはね、できないんですよね。ですので、じゃあその時どうするかっていうと、トヨタウォレットって皆さん知ってますかね。ちょっとここ簡単に説明させていただきますけども、トヨタウォレットっていうものがありまして、トヨタウォレットっていうのが、まあ、トヨタがやっている、まあ、電子マネーとかのね、ペイサービス、まあ、折り紙ペイと、まあ、コラボしてね、まあ、利用できるみたいなサービスなんですけども、まあ、ここに、この三井住友カードで、まあ、チャージしますよね、トヨタウォレットに。で、トヨタウォレットから au ウォレットにチャージできるんですよ細かいですね。ちょっとね、詳しく知りたいなっていう方はね、ぜひね、コメントでもね、いただければ、細かい手順ね、説明させていただきますけども、まあ、実際に私やってできてますんで、もしね、三井住友カードの 20% キャッシュバックキャンペーンを上乗せしたいっていう方はね、まあ、こういう方法で au ウォレット、au のキャンペーンでまあ 20%、三井住友カードのキャッシュバックキャンペーンで 20% みたいな感じでね、合計で 40% キャッシュバックキャンペーンがね、まあ、受けることも、まあ、できますんで、ここまで狙ってくる方はね、まあ、なかなかいないのかなと思いますけど、まあ、一つの知識としてね、覚えておいていただきたいなと思います。で、三井住友クレジットカードなんですけども、2月の3日からまた新しいキャンペーンが始まります。ですので、まあ、今発行してこの au のキャンペーンにね、狙っていくっていう方法と、まあ、2月3日からね、また20% キャッシュバックキャンペーン始まりますんで、まあ、そちらを狙って、まあ、そこまで待つっていうのもね、まあ、ありだと思うんですけども、この au のキャンペーンがね、2月10日から始まってしまいますんで、まあ、そういう意味ではね、ちょっと間に合わないかもしれないんで、まあ、そこら辺はね、ちょっと検討していただけたらなと思います。それではね、今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。